秋限定でですね、流しそうめんをやられているということなので、すいません、お願いします。ウェーイ、ドーン。何秒間隔ぐらいで？じゃあ、20秒でお願いします。あの、次のターンから10秒でもいいですか？だんだんバトルモードになってくる。どうも、サムライティングのお時間がやってまいりました、マックスギです。本日はこちら、ベゴーン。川、あなたのそばにも川意味ありますね、スタジオで。改めまして、本日はですね、こちら埼玉県は長瀞町のところにあります調整館さん、長く生きる館で調整館さん、はい、というもんですけれども、そちらでなんとこちら夏季限定でですね、流しそうめんをやられているということなので、こちらで今日はサムライイーティングしちゃおうかなと思っております。で、いつもの感じと違いまして、今回はグルメ会なんですけれども、グルメ会プラスエンジョイ会なんで、ある程度の量は食べるんですけれど、まあ食べるの半分、話半分ぐらいになるのかなっていうイメージです。マックス鈴木の夏休み企画という、今回はちょっと緩いというか、せっかく日本に生まれて日本にいて、日本には春夏秋冬ありますので、夏、こちらをテーマにちょっと遊んでみたいなと、そういう感じでございます。ジャパニーズ様、じゃあ早速行ってみましょうか。こんにちは。こんにちは。元気ですね。こちらなんですよ、こちら。こちらでほら、見てください。夏季限定で流しそうめん。調整館さん。こちらですね。ちなみに結構人気があるお店さんみたいですね。ドラクエ3の発売日ぐらい並んでます。あ、カメラ、あ、レッツイーティング。あ、違う。あ、忘却してたパターン。はい。忘れたのを思い出したパターン。楽しいっすね。楽しい。いや、楽しいと思ってない。俺分かる。俺はね、T さん、ゴリちゃんがね、楽しいと思ってないの分かる。もう一回やっていいっすか。じゃあ、楽しい。レッツイーティング夏休みスペシャル。それでいいっす。一応ざっくりとなんですけれども、こちらの、流しそうめんにはこんな薬味ちゃんたちがついてまいります。わさび、生姜かな、天かす、レモン、大葉、ネギにめんつゆと、こういう感じでございます。で、こう流れてくるのをペペッタってペラペラボーン。全然わかんないですよ。いいですか、もう行っちゃって。じゃあいただきます。すいません、お願いします。どこ、人生初のね。はい、はい、お願いします。ウェーイ、ドーン、シェイ。うまっ。これ無限にいける。マジっすか。マジで無限にいける。これマジで無限にいけると思う。これやべえ。そうね、このペースの間に僕が何か気の利いたこと言えばいいんですよね。やっぱ夏ですね。日本の夏いいですね。うん、おー、来た来た来た。おいおい。うめえな。これ、なんていうんですか、基本的なセットっていうのは時間決まってるんですか、この流しそうめんって。時間で決まるなのか、量なのか。もう食べ、おいおいおい。危ねえ。すごいいいタイミングで流れてくる。これある意味勝負かもしれないですね。うん。じゃあこれ食べただけ食べていい感じなのかな、普通のやつって。ちょっとそちらの説明の方は、ちょっとこちらの方にちょっと、はい、ゴリちゃんがね、はい、今ちょっと一瞬、ワオって思ったけど、俺が、おっと、まあまあでもね、落ちたやつもしっかり取れるように下に置けるね。しかも水がね、ちゃんと溢れてこう、びちゃびちゃならないというか、こう、うん、これこうするのもありっすよね。全然いけるわ、これ。てか、うめぇな。うん、合いますよ、すごい。うん、めっちゃ合いますよ、おば、マジで。超うまい、これ。しかもこれ、器のほら、いいじゃないですか、この感じ。
バじゃない。だいぶネタですよね。もう本当童貞なんですよ今。あと1回失敗しただけでちょっと悪だけの考えですね。今回はこういう感じで基本でもサンマリこういう幽霊感じはい来るのにたまにセミとか流れてますけど、おかしいでしょセミ来たら。おっしゃぜいなんか俺一つ思ったんですよ、はい、これどういうやり方が正解か不正解かわからないですけど、はい、ちょっとね俺的にこれ卑怯なんですよね。もう絶対だって乗れんじゃん、100点じゃんこれ。もうなんかもう完全に自分のこと好きな人がいて分かってて落とすみたいな、そんなのつまらないよ人生。やっぱもうね、俺ここに来るまで箸出さないから。ここに来るまで。でも2回ともすね。はっ、はい、やめよやめよやめよ。ゴールキーパーのいないあの PK しよう。うん、それだね。てかそうめん、流しそうめんって皆さんやられたことあります？ないですよね。あんまりこう身近にないというか。なんかまあテレビとか、まあ、何かしらで見たりはしますけど、うん、体験するのはね。はーい。スイッ。うえい。あ、別にハサミ、あ、ハサミじゃねえ。ハシはこう割らなくてもいいんだな。こう受けてもいいんだな。うん。まあ、この前の白馬ですね、あのお祭りが一番懐かしかったな。あとね、お墓参り行きました。お墓掃除と、あとは川、あの千葉にちょっと旅行に行きましたね。まあ今のはまあセーフでいいかな。でもこれ実際これこのちゃんと取れるんですか。みんなこれこれどういうこれ分かんないですよね。これ結構むずいっすよ。他のお客さんって結構振りこぼしたりとかっていう多かったりしますね。そうですね、売れなかったりとかっていうのは、じゃあ、マックスさんが下手なだけです。あ、よかった。往々にして難しいです。ですよね、これ結構難しいと思いますよ、本当に。熟練の技というか。うまいな。この薬味がまたいいですね。生姜ですね。さっき言ったネギと、はい、ネギと大葉。全部まだ食べられてないんですけど、どれが一番食べると僕やっぱ今のところ大葉ですかね。大葉めっちゃ合いますね。結構高層系好きなんで、ここはね、人気な理由分かりますね。圧倒的に楽しいです。食とエンターテインメントをこう合わせたというか、お子様連れなんかもいいんじゃないですかね。これ相当楽しいと思います。子供って絶対楽しい。これ少しだけ出していただくペースを上げていただくのが可能ですか。可能でございます。マジですか。今腹何分ですか。今、まあ、食べてないですね。マジかよ。朝起きて歯磨いたぐらいです。まだ飯食ってないじゃん。これ今ちなみに何秒間隔ぐらいで。今30秒間隔で。30秒、じゃあ20秒でお願いします。はい、はい、はい。うん、いやもう我慢できない。うまくてマジでうまいですよ、本当に。めちゃくちゃうまいです。当たりや。でもこれ落ちても別に普通に取れるっていう。うん。めちゃくちゃうまいわこれ。はい。ね。目の前ですよね。
レモンも後でちょっとやってみよう。はーい。いやーうまいわこれ。そう、あのライン下りがね、すんごい面白そうで、あの今日僕ね、本当スカイでご迷惑をおかけした挙句、寝坊をかまし電車で来たんですけども、電車も相当ね雰囲気ありましたよ。あ、ありますか。めっちゃありました、駅も。秩父鉄道とか、あ、なんかそんな名前だった気がする。おーい、この次から15秒でございます。はい。だんだん上げていくスタイル。ペース。ギアがかかってきた。どこまでこのペースで僕行けるのか。ちょっとやってみたくなっちゃった。燃え始めました。ちょっと燃えてきました、ね。おーい、ね、ちょっと正確な、ありがとうございます、ご協力いただいて。これ召し上がる方どのくらい召し上がるんですかね。なんかそうなんじゃない、普通の人の感覚わかんないから。すいません、はい、だいたい一般の方ってどれくらい食べられたりとかしますか。やはり2枚とか2枚ですかね。はい、1枚か2枚か、はい、大体その1人前っていうのは1回の流しの1回分とか。ああ、この流しの玉ですね。おお、こういう感じなんだ。はい、今15秒でしたっけ。今15秒。もっと早くしようかな。マジっすか。うん、お兄さん大変ですよ。はい、え、あの次のターンから10秒でもいいですか。いいですか。いいですか。あ、やった、すげえ。なんかバトルみたいになってるだんだんバトルモードになってくるって。おーい、うえい、今何分ぐらい。あんなテンパりだす。あの、今日グルメ会できてたんですけど、うん、我慢できなくなってきたんですよ。美味しすぎて。音が涼しいっすね。はーい、セミとちょっと落としたこれがね、食べてこれがね、ジャパニーズサマーですよ。そうですよ、もう戦いですから。うん、ワンコそばが作らせます。ワンコそばパッ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 。ありがとうございます。おーい、うん、おいしい。おーい、だんだんバタバタが入ってくるっていう。限界みたいですね。ねえ、ちょっと。
それ結構失敗してるあ、もう多分そろそろぼちぼち流した方がいい。それや、セミはやべえ。セミはやばい。おい、なんだお腹が。はーい、よいしょい。うん、おいしまーす。すいません、待っていただいて。ありがとうございます。松ぼっくりだから、セミじゃないから。まあもうほら、こういうね、あ、ご飯食られた。こういうことするんだからな、ほんとにもう見てください、この小芝居。これクルーの人がやってますからね。調整官さんの試合。これまた序列。マジ？すいません、お待たせしました。はーい。はーい。その自分がモードに入ってってるのがわかるから。流して参加、僕の。なんですかね、お給仕さんというか、なんというか、流してくれる。うん。オーバーありますよ、オーバー。やっぱ合いますね。マジでうまいです、本当に。おい、マックスさんから美味しい食べ方いろいろ教えてもらってると思ってて、はい、あのお蕎麦を塩で、なんか、あれ本当に美味しいですよね。蕎麦塩はうまい。いや、うん、おい、ちょっと心配なんだ。おー、いいペース。これ面白くないですか。面白いです。初めてない。うん。そうなんだ。はい、はい、さっきあんだけやらへんと箸を置き捨てないといけませんもうね、戦いになっちゃったからね、もうね、それどころじゃなくなっちゃった。はい、はい、もう待ちですよ、もう。今どれぐらい行ってんのかもう僕わかんない。はい。もうお腹の感じだと 1.5 キロぐらい、2キロぐらい行ってんじゃないかな。うん。1キロは行ってるんじゃないかな、多分。ありますね。おい。だんだんこう慣れてきて。容量疲れてますよ。あっち見ない。ここの。じゃあ楽勝だぜ。おい。面白いですね。
うん、そうなんか。あれみたい。大食い大会。誰も抜けないような記録で使ったら、おい大会じゃないところで勝手に分かります。僕のこのちょっと余裕がなくなってたから。あ、すげえ分かります。僕ね、だいぶ人より分かりやすいタイプなんで、あれなんですけど、もうね、完全にね、試合モード入った。長瀞渓谷の LINE を下って僕のお口の中に運ばれてきてますね。あのレビューとか本当に僕も今何で言ったのかよく分かんない。俺でも結構俺マッキーさんがレビューとかレビューとか音聞こえた。大丈夫。ここ誰が乗ってんすか。本当に。ワイさん。ここだなと思ってたかも。誰も男は一度上げたギアは最後になるね。こうなるね。いや今スコマのところか。スコマのところ長瀞で名言が生まれた今日迷うコーナーマジ。結構いけると思ったの。一個一個だから分かんないよね。あそうめんで大食いだってチャレンジって今の経験とかは、うん、全くない。流しそうめんも初やし、そうめんでのチャレンジも初です。初です。
そう、そうなんですよ。風情があっていいですね。買います、乗り込めたらいいな。負けない。だけいただいてもいいですか。すごい。絶対にこのペース落とさない。
あれ。サラッとミニトマトしたよ。これなんだこれは。ラッと。ラッと。おお。当たり前に。ありがとうございます。ミニトマトです。はい、お疲れ様でした。どうでしたか。あ、で飛び寄った感じですね。あ、どうもした、ごちそうさまでした。あのすごい感じたのはまずやっぱ圧倒的にエンタメ性がすごいなって思ったのと、まあ、そもそも美味しいんですけど、それともう一個は急に60歳ぐらいに来ましたよ。もう一個は今回ねちょっと特別に許可いただいて今みたいな感じでやらせていただけて、最初はいわゆるザ・流しそうめんというこの風情込みのこの日本の夏のグルメというかこうね、すごいもうあれじゃないですか、こういうのを味わえたのと、後半はまあね、あのあれなんですよ、バトルモードになって、僕はあの両方楽しめました。これあの人数たくさんでこうやってやるとすごい盛り上がるんじゃないかな、カップルでもご夫婦でもご家族でも男友達、女友達でも、それこそこれ海外の方とか結構ワーオーってなるんじゃないかなって。ああ、確かに海外の方がいらっしゃったんで、それも海外からいらっしゃったすごいなんかサムライティングっぽいなっていうなんか印象でした。おっしゃったです。お腹結構膨れ具合的にどうですか。正直言うと、もうかなり入ってます。ですよね、あとでもう3キロ、4キロとかではない、この中は。何回食べたかって言って、研修で数字入れるから。でも、何キロぐらいなのかな。結構、いや、結構どころじゃないかもしれない。結構、もう、入ってます。すげえ入ってます。こんな感じでございます。